イター、ウェイター。はい。この店はあんなくっせえ豚野郎入れてんのか。はあ、あいつの匂いが料理に移ってマジだよ。ああいうのを入れてんじゃねえ。お客様、この店ではいかなるお客様でも料金さえ払っていただければ料理をお出しいたします。なんだと？この店は豚が豚を食ってもいいのか。はあ、俺先に帰るよ。ジョージョ。おばあちゃん、まさか止めんじゃないでしょうね。いいえ、個人の主義や主張は勝って、許せないのは私どもの友人を公然と侮辱したこと。他のお客に迷惑をかけずにきちっとやっつけなさい。そう来なくっちゃな。やるってのか、兄ちゃんよ。ケイオさん、メルケンサックを探しているのなら、あんたの上着のポケットにゃーないぜ。ズボンの後ろポケットに入っている。うわっ、めっちゃ、あっ、うわっ、まさか。お前は次に、なんでメリケンのことわかったんだこの野郎、という。なんでメリケンのことわかったんだこの野郎。ああ、お前の利き腕の指のすりむけを見れば、それはメリケンサックをはめて喧嘩したものとわかる。そしてお前のシャツについているのは血、それも返り血。さっき人を殴ってきたばかりだな。そして血が上着ではなくてシャツについているということは、上着を脱いで喧嘩してきたということ。つまり、メリケンサックを指から外したとき、上着は着てないからズボンのポケットにしまったことは当然の結果だ。次のセリフは、分かったからどうだってんだよこのクソガキがあった。分かったからどうだってんだよこのクソガキ。当たって、黙りろ、カッコつけんじゃねえ。いいや、違うね。一体どこ殴ってんだよ。おめえが楽しそうに殴ってたのは俺じゃないぜ。あなた、おめえのような単純脳みそのやるパターンは全て読まれてるってこと、わかんねえのかこの薄バカが。